アフメト3世は、オスマン帝国の第23代皇帝。第19代皇帝メフメト4世の子で、第22代皇帝ムスタファ2世の弟。子に、ムスタファ3世、アブデュルハミト1世。治世中は、列強との戦争に対処する一方、積極的に、西欧文化の受け入れを奨励。チューリップ時代と呼ばれる一時代を生んだ。 アフメトは1673年にギュルヌシュスルタンとメフメト4世の間に現在のブルガリアのドブリッで生まれた。アフメトが生まれた時、父のメフメトはポーランド遠征から戻って狩りをしていた。1675年に兄のムスタファと共に活稽を受けた。これらと祭りも共に開催され、祭りは20日間続いたという。アフメト王子の教育は1679年に 始まり、家庭教師のフェイズラー・エフェンディの下、歴史、音楽、詩、書道などを勉強した。特にアフメトは読書を好んだという。エディルネでの巫女時代、アフメトはネブシセヒルリー・ブラヒムというものと親しくなり後に彼は大宰相になった。1703年当時、兄のムスタファ2世は宮廷をイスタンブールからエディルネに移していたが、側近政治と、 給料未払いに不満が爆発した家にチェリと商業がイスタンブールから移行することを恐れた商工業者らが反乱を起こし兄の側近フェイズラーエフェンディを殺害して兄も大尉に追い込まれた。アフメト3世はこの危機的状況の中で擁立され即位フェイズラーの没収した遺産から家にチェリに給料を支払い、宮廷をイスタンブールへ戻して事態を収拾させた。この頃 ロシアツアーリ国がピョートル一世のもとで台頭し、1700年のコンスタンティノープル条約によってアゾフ周辺を奪取、国会を伺っていた。同時にバルカン半島でもオーストリアの南下と1699年のカルロビッツ条約によってハンガリー王国も失い、オスマン帝国は衰退の時代を迎えていた。アフメトは1705年に土地法を改正したため、 スレーマン一世と同じく立法者と呼ばれることとなった。彼の治世の最初の3年間で、次々に4人の大宰相が任命されたが1706年に、チョルルルアリパ社が大宰相に就任した後は、しばらく大宰相は変わらなかった。チョルルルは、オスマン帝国軍の軍の規律を厳格にし、海軍に最初の兵器を導入した。またチョルルは、いかなる戦争の介入にも反対した。 大北方戦争では、スウェーデンウォーカール12世とロシアのツアーリピオトル1世が、バルト海の派遣をかけて衝突。オスマン帝国は1708年からスウェーデンと、ロシアそれぞれから味方に加わるよう要請されていた。ロシアとは、アゾフをめぐる確執があり、スウェーデンが、ウクライナコサックのヘイチマン、イバン・マゼイパを味方につけたことを知ると主戦派が、スウェーデンの同盟を主張したが、 アフメト3世は同盟を拒否、ロシアがレスナーやの戦いでスウェーデン軍を弱体化させ、ウクライナコサックの多くがマゼーパを見捨て、ロシアに止まると消極的になり、1709年に属国のクリミア半国にロシアの敵対行為禁止を命じて中立化した。しかし7月、ポルタバの戦いに敗れたカール12世が南ロシアから国会経由で、 オスマン帝国に亡命すると、アフメト3世は、モルダビアのベンデルに迎え入れたが、ロシアの徹底抗戦を主張する、カール12世とフランスのオスマン帝国駐在大使の、宮帝工作で、主戦派が、対ロシア戦争を主張した。それでも大最小のチョルルルは、戦争に反対していた。スウェーデン側は、チョルル,ルが賄賂をもらっていると非難した。 結局1710年チョルルルは大祭祥を解任され、アフメト三世はピョートル一世への侵攻に対抗するため1710年に戦線復刻した。属国の一つであるモルダビア公、ディミトリエ・カンテミールとアラキア公コンスタンティン、ブルンコベアヌが帝国から独立を企てており、ピョートル一世と結んでロシア軍と合流したが、ロシア軍の侵攻に対し1711年に、 プルート側で勝利、直後に結ばれたプルート条約でアゾフをロシアから返還して、ロシアを国会から締め出した。属国の反乱も鎮圧され、カンテミールは所領を失い、ロシアへ亡命。ブルンコベアヌはオスマン帝国に捕らえられ処刑された。しかし、戦闘中にピョートル一世を捕らえる機会があったにもかかわらず、 プルート条約の締結によって講和が成立し、ピョートル一世を逃してしまう。また、締結後も、ロシアとの戦争を促すカール十二世とも確執を深め、スウェーデンとの同盟は解消され1713年にカール十二世をエディルネ近郊へ移した。翌1714年にカール十二世はオスマン帝国からスウェーデン領ドイツへ移動して、スウェーデンへ帰国したが、 不在の間に劣勢となった戦局を覆せず戦死、大北方戦争はスウェーデンの敗北となっていった。1714年からベネツィア共和国とペロポネソス半島をめぐり戦争を起こし、1716年からオーストリアがベネツィア側として参戦するとオスマン帝国はバルカン半島でも先端を開いた。1716年にオーストリアの要塞、 ペトロバラディンを奪還しようとして、遠征に向かった大最小シラーダーリ・ダマトアリ・パシャは、オーストリア軍総司令官のプリンツ・オイゲンの前に、敗し、公認のハジュ・ハリル・パシャは、翌1717 17年に、オーストリア軍に包囲された、セルビアの首都ベオグラード救援に向かったが、オイゲンに敗れた上ベオグラードも奪われた。1718年のパッサロビッツ条約で、オスマン帝国は、 ペロポネソス半島をベネツィアから獲得したが、セルビア北部とアラキアの西部をオーストリアに譲り、バルカン半島の領土を再度失った。以後は平和政策に転換して、ヨーロッパの文化を導入していった。オーストリアと破れて講和した後は、西欧諸国との就航を行い、大最小ネブシェヒルリー・ブラヒム・パシャの補佐を受けて、西欧諸国の文化を積極的に取り入れ、 帝国の繁栄を築き上げた。軍事支出が抑えられ財政は好転イスタンブールを中心として建築、再開発が進められていった。1719年にイブラヒムパシャはオーストリアのウィーニエ施設を派遣したのを始まりとして、1720年と1721年にフランスのパリ、1722年と1723年には、 ロシアのモスクワに施設を派遣してヨーロッパと修航を結び同時に施設にヨーロッパに関する情報を集めた指示を受けたフランス施設イルミセキズチェレビーはフランスの建物について詳しく書き記しイブラヒムパシャはこれらを参考にしてイスタンブールに西欧文化を導入次々と新しい施設を建てた1722年に アフメト三世の利給として、サーダバード宮殿が作られ、イスタンブールの水路整備と共に給水用と装飾用を兼ねた泉の建物を建設、連日宴会が開かれ華やかな宮廷文化が芽生えていった。書物保存のため図書館建設と活版印刷も広まり、イブラヒム・パシャの公園で、イブラヒム・ミューティフェリカが印刷書を開設、ペルシャ語から、 トルコ語に翻訳した本の印刷、保存が行われていった。アフメト3世も文化事業を推進、トップカップ宮殿内に図書館を建てたり、西欧諸国からチューリップを大々的に輸入、栽培して、大いにチューリップが咲いたためチューリップ時代と称されている。しかし、こうしたアフメト3世の行動は浪費と取られ、政府に対する反感も出来上がっていった。 西欧諸国と講和条約を結んだ一方で災害が頻発した。1718年にイスタンブールで火災が発生した。1719年には同じくイスタンブールで地震が発生した。また東のサファビー町との戦いは長期間にわたり財政の悪化を招いた。イブラヒムパシャはサファビー町が地方部族の反乱で衰退した状況につけ込み、 1723年にロシアと結託してイラン戦役を開始、サファビー朝の王タフマースブ2世からタブリーズ・ハマダーンを奪い、イラン西部を平定した。しかし、タフマースブ2世の武将ナーディルシャーが反撃して戦争が長期化するとイスタンブールの民衆の不満が高まり、1730年にイラン遠征軍の編成前に元家にチェリのパトロナ・ハリルが宮廷を避難して、 イスタンブールで反乱を先導、イブラヒムパシャは反乱軍に処刑され、アフメト三世も退位を余儀なくされ、老いのマフムト一世が新たに擁立された。アフメト三世はタイゴトプカプ宮殿に遊兵生活を送り、6年後の1736年に62歳で亡くなった。新政権を率いたマフムト一世は即位から1年後の1731年に、 パトロナ・ハリルラ反乱軍首謀者を処刑して、実験を取り戻すと、アフメト3世の政策を継続して、アフシャール戦役を終わらせ、ロシア・オーストリアとの戦争が再開されると、ロシアとは引き分けに持ち込み、オーストリアからはセルビアを脱回して、オスマン帝国を、ある程度持ち直した。文化事業は縮小されたが、西欧導入政策も引き続き継続していった。アフメト3世には、 多くの息子がいたが、成人したのは6人だけだった。安倍、P99P102、パーマー、P50P52、長田、P270P271、林、P277P279。安倍、P105P116、パーマー、P52P56、長田、P271P272、マッケー。 P207P221。バーマー。P57P66。長田。P272P275。林。P279P289。バーマー。P66P73。長田。P221P223。P275P277。ありがとうございます。